RS6 は、ドイツのアウディが2002年に発売した乗用車である。アッパーミドルサルーンである、A6 の、スポーツモデルである、S6 を、アウディの子会社である、クアトロ社、ゲガウディスポーツ社がチューニングすることで制作した。2002年にジュネーブ賞でデビューし、RS4 の後継として、初代 RS2 アバントから数えて3世代目の、RS シリーズとして2003年2月より、 国内販売を開始した。企画製作は、アウディ参加のクワトロ社によって進められ、パワーユニット設計、組み立ては、A コスワーステクノロジーが担当、ヘッドには、アウディ得意の5バルブテクノロジーが使われている。ホワイトボディを、アウディ本社からクワトロ社に納入し、車両組み立てはすべてクワトロ社にて行われる、スペシャルモデルである。セダンの、RS6 とワゴンの、 RS6 アバントが設定される。エンジンは 4172cc の V 型8、気筒ツインターボエンジンで 450PS、57.1KGFM を発揮、0時速 100km 加速は4.7秒。圧倒的な加速力とその車重を止めるために、フロントブレーキはブレンボ製8ポット対抗ブレーキが使われ。 この結果時速 100km から 0km は2.6秒と、加速、減速ともにポルシェターボ並みの性能を実現している。シャシーには設置性を高めるためのダイナミックライドコントロールが採用された。組み合わされたトランスミッションは、ティプトロニック付き5速 AT のみ。内外装は A6 と、極めてよく似ており派手さはない。タイヤは255。 40R18 とノーマルの A6 に比べてワイドサイズとなり、これを収めるためのオーバーフェンダーが外観上の特徴となっている。二台目は C6 系 A6 をベースにアウディ最強の出力を誇るツインターボ5.0リットル V 型重機と DOHC エンジンを搭載する。580PS。 66.3 kgfm を発揮する。このエンジンは2トンを超える車重をものともせず0時速 100km、加速は4.6秒を記録する。タイヤは初代の RS6 よりもさらにスパルタンになった275、35R20 で、その中には6ポット対抗ブレーキが収められる。最高速は電子リミッターが作動するため、時速 290km となる。 2008年6月16日、RS6 アバントを発売。2009年1月13日、セダン版 RS6 が発売。2010年6月14日、特別使用車 RS6 アバントプラススポーツを限定10台で発売した。3台目は C7 型 A6 アバントをベースに 4.0LV 型8気筒エンジンを搭載。 最高出力は 560PS。最大トルクは 71.4kg を誇り、0から 100km は2トン超えにもかかわらず3.9秒という数値で最高速度は 305km に達する。2013年10月8日、編集 RS6 アバンを発表、発売。2014年4月、編集消費税率の変更に伴い、価格変更。 2015年5月、編集ボディカラーの変更。エストリルブルーパールエフェクトが廃止。セパンブルーパールエフェクトが追加。2015年7月30日、編集マイナーチェンジ。マトリックス LED ヘッドライトの採用や、衣装変更、ボディカラーの変更などを行った。ナビもオペレーターサービスや Google との各種連携機能、Wi-Fi スポットなどの機能を備えたと Audi コネクトが、 全車標準装備となる。2016年7月5日、編集ハイパフォーマンスモデル、RS6 アバンパフォーマンス発表。従来モデルと共通の 4.0LV 型8気筒、TFSI エンジンを搭載するが、最高出力 605PS、最大トルク 71.4KGM を発生する。また、専用デザインのエアロパーツを装備している。ボディカラーは、ベースモデルより、 アスカリブルーメタリックが追加。2018年1月価格改定。同時にボディカラーの変更。プリズムシルバークリスタルエフェクト、セパンブルーパールエフェクトが廃止。2019年8月21日、欧州にて発表。同年12月には、欧州にて、新型、RS6 アバも2019年内に発売すると発表した。4.0リットル直噴。 V 型8、気筒ガソリンツインターボ TFSI エンジンに、トルクコンバーターを用いた発足ティプトロニックを組み合わせ、駆動方式はクアトロである。また、48V マイルドハイブリッドを採用し、燃費が改善されている。0時速 100km 加速は3.6秒、最高速度は時速 250km に達する。エクステリアには RS 専用パーツが装備されるほか。 フェンダーが 40mm ワイド化され21インチのタイヤが採用されている。2020年11月28日、編集 RS6 アバンを発表。2021年1月以降、編集 RS6 アバンを発売。ありがとうございます。